長尾東朝は、戦国時代の武将、足利長尾氏当主、父、長尾則長の後を受け家督を継ぐ。市君であった、上杉賢桃から返記を受け、東朝と名乗り、関東管令下の火災として活躍して、天文17年に行われた、足利富士市の元服の功によって、田島守の受領名を受けた。だが、賢桃が、 五北上氏に圧迫されるように関東から撤退すると、関東関理課火災職も事実上消滅し、当庁も、北上を宇治安に振る。A63 年に一旦出家して、前政と名乗るが、同年11月には再び減続して、当庁に名を戻す。翌年3月、上杉の政が、家徳や関東関理職等を、養子の長岡家虎に譲ると、4月には、 この影虎より変記を受けて、祖父、長尾影長と同じく、影長を名乗った。やがて、上杉正虎と改名した影虎が、関東出兵に乗り出すと同じ長尾氏として、これを支援する。正虎が、ご北条氏を圧迫し、後に、越相同盟まで結ぶようになると、上杉、北条両家の軍事的、外交的な折衝に当たった。影長の死後は、無子養用し 秋永が後を継いだが、立林城は同じ組子であった、広田直重に与えられたようである。また、男子に、北条宇治政から返記を受けたとされる、長尾正長がいたとされるが、秋永が後を継いでいることから創生したものと考えられる。ありがとうございます。